大体裏目に出て予想は外れます。はい、こんにちは、ハチノです。今日はね、ゲインスカイの、取引が終わっていますので、そちらのね結果を見ていきたいと思います。はい、ということで早速ですね、この取引履歴ですね、こちらの方から見ていきますけれども、ここにね、日付を入れるんですけれども、あれ選べないな、いつもだと選べるんですけども、選べないときは2019年の12月からですかね、12月からということで、2019年の12月からね、今日までのっていうところで検索をすると、はい、この1ヶ月間のね履歴が出てきますと。で、キャンペーンがですね、12月の19日からエントリーして1月の8日に終わってます。昨日終わってますということでね、こちらの結果を見ていきましょう。はい、まずね、2つに、投資しました。まずはこちらですね、はい、チーム C、 黄色ですね、青ですね。青チームに、投資しました。投資した金額は、1424ドルです。ということで、リベートがこれだけ。CP が13ドルって、これ 1% くらいですかね。低いですね。はい。っていう感じでしたと。で、もう一つがね、違う色に投資してたんですけど、チーム B なので黄色ですね。黄色に、投資しましたと。キャンペーンリベートが、25ドルということで、CP が、27ということで、あ、こちらはそこそこですかね。2% くらいですね。結果が出てますということですと。はい。こういう結果になりました。はい。じゃあ、実際のね、トレードの成績はどうだったのかというと、トレードヒストリーというところでね、見れます。で、はい。で、最初、赤をポチッと押すと、赤の成績が、おぉ、4% 出たんですね。すごいですね。赤。で、今回、私は黄色とね、青に投資しましたけれども、黄色は 2.7%、ま、そこそこの成績ですね。はい。黄色は 2.7% で、青はというと、青は 0.9 ですか。私ね、今回、黄色2000ドル、青2400ドルなのでね、青が結構期待してたんですけど、高く投資した方は利回りが低く、安く投資したね、黄色の方がね、利回りが良かったと。でさらに言うと、投資しなかった赤。赤が一番ね、配当が良かったということで、まあ大体ね、こんなもんですよね。予想が裏目に出て、ね。で、結構ね、この、そうだな、難しいのがですね、やっぱりその12月19、選ぶときにって、この辺のやっぱ数字が見えてるんですね。12月18とか12月19以前のこの数字が見えてるんですよ。この数字を見て、あ、最近赤低いからちょっと赤やめておこうと。ただですね、こう、その後、こう赤がだんだん盛り返してって、結局こういう感じでね。で、青がですね、青がですね、この辺、そう、投資する、その、前はね、調子良かったんですよ。ね、青が調子良かったんで、お、こりゃ青の方が、ね、増やせそうだと、ぞと思って青に投資したら、その後どんどんこうマイナスとか出てますしね。はい。まあ、こんなもんですね。はい。黄色、実は黄色が安定してる。あ、そんなことはないですね。やっぱりこういう数字も出ますし、で、前回投資した時も、まあまあでもそんなもんですか。はい。黄色はなかなか、そうですね。まあ、こればっかりは本当にね、わからないですね。はい。ということで、残念なのかな。まあ、残念ながら、一番成績のいい赤に投資できなかったのは、まあ、残念だったんですけど、まあ、それでもね、
結構、キャンペーンリベートと合わせると、まあ、大体 4,5% は出てますと。6% くらい出てるんですかね。はい。ということで、私はですね、9月からですかね。9月から、やってますけれども、ちょっとね、見てみますかね。19の8月からかな。はい。で、検索すると、これだけ。8月からですね。8月はでも100ドルとかね。そんな数字だったんで、9月ですね。9月のこの数字から比べると、ちょっと計算してみますね。2186。掛け金。で、これを足せばいいんだな。あ、これよりはあれか。このね、2186に対して、この数字ですね。投資金額。はい。2484でいきますか。割る2186はということで、まあ、14% くらいですかね。3ヶ月で 14% くらいですかね。はい。まあ、それくらい出てますと。で、本当はね、もっとちゃんと20日おきにね、再投資していれば、もうちょっと増えたかなとは思うんですけれども、はい。という感じで、まあ、3ヶ月で大体 14% くらいですかね。そうすると、まあ、月あたり、まあ、4、5% っていう感じですかね。はい。まあ、そんなもんです。はい。なので、まあ、月ね、4、5% っていうと、その、ハイプとすると、ちょっと低いんじゃないのっていう気もしないでもないですけれどもね。まあ、そのゲインスカイをハイプって考えるのか、あくまでもそのね、なんだろうな、ハイプじゃない、なんすかね、なんていうんですかね、うん。まあ、ただ、ちょっと初心者向きの投資ではないと思ってるので、私自身は。なので、ね、私からはおすすめはしません。ただ、やっぱやりたいっていう人もいると思うので、そのやりたい方はね、この動画の下に、紹介のURL は貼っときますので、そちらからエントリーしてください。で、もしね、エントリーした方、連絡いただければ、そのグループの LINE とかありますので、そちらの方に誘導はしますので、はい。うん。くれぐれもですね、やっぱりこう、まあ、ネットで募集している投資はね、ちょっとやっぱり、慎重に投資した方がいいです。私もね、こうやってゲインスカイの動画撮ってますけれども、本当に、かなりね、いろいろ調べて、まあ、それでもね、おすすめしないっていうところをしっかりね、ご理解いただいて、まあ、それでもやりたいっていう人はね、やればいいと思うので、はい。はい。ということで、またね、次回、そうですね、今度はね、日曜日にちょっと新しいチームができたんでね、そちらも別の動画で撮ってますけれども、そちらの方、やってみたいと思います。はい。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。株や不動産、副業、節税といったマルチインカムサラリーマンとしてのお得な情報を発信していますので、こちらをクリックしてください。